ミドルキックから左フックは隼人、すぐにガードをこの位置元に戻しています。あーキックリア何だ合わせてダウン、国枝奪った。1ラウンド目からもね、2、3回あの左フックいいタイミングの強打当ててましたよね。それがこのラウンド身を結んでいます。残り1分20秒まだ時間あります。本当に当て感がいい、うまいですね。そしてその先へ、さらにこれももう1回左フックだ、ぶち抜いた。これはちょっと早田の表情心配、なんとかファイティングポーズは取ることができますが、あと1回このラウンド中ダウンを奪えば TKO 勝ち。倒しきりか、あと1本ありますね。国枝左だ、狙いはさらに右ストレート。3年半ぶりの早田、執念の早田を追い詰めているのは国枝優太。いやすごいダメージあると思うんですけど、はい、全然倒れなくて気持ちが強いですね。確かに左だ、最後も左左でダウンを奪って国枝。国選手その気持ちの強さゆえに3ノックダウンということになったのかもしれませんね。そうですね、まあでもクラッシュ あのリングはそんな甘くないっていうところをあの見せつけられたなって感じますね。郡司選手ちょっと豊かのこの攻撃当たりませんか。あのちょっと あの当てずに、いやいや失礼、狙ってましたね、多分。そうですか。いや、ドンピシャリです。前週から右を、はい、さあ、パンチ連打。右、左。いや、前回も左、右で倒してはいるんですが、高橋、ダウンを奪い返しています。いや、高橋、左効いてたはずなんですけどね。ダウン取り返したのすごいな。さあ、高橋選手だ。残り10秒。倒しきれるか。これも右。立ち上がっている、ファイティングポーズを取り直す時間がない。ただカウントは続く、なんとか踏ん張った。これで判定に入ります。いや見応えのある3ランド目でしたね。最後の最後ステージ上げてきましたね。すごいですね、お互いに飛び膝。まだ2分あります。左だ、ストレート、2ラウンド KO。 リズムです。1ラウンド目から強度効いてましたね、やっぱり、脳が揺れてたし、2ラウンド目の今のダウンの前の場面で効いてましたよね。お兄さんとも抱き合います。ゆうすけ下がる、ここも食らったか、避難が多くなっているゆうすけ、あと倒したけんすけの拳、ここに倒しきりました。いや今ちょこちょこ当たってたものが効いてましたよね、ゆうすけ選手に。一撃という感じではなく、そうですね、はい。そしてこの雄たけびは健介、うわ結構効いちゃってますね。あまだぐったりしているゆうすけ、大丈夫か。初代クラッシュフライ級王座決定トーナメント準決勝第2試合、第1試合では大久保瑠衣選手がもう勝ち上がっています。ジョイ選手、まず、はい、ジョイさん失礼しました。いやもう選手でいいですよ、今日は行きましょう選手で。まあ本当に大久保選手、あーどうだー、今右抜けり、あっという間にボディーへ。これはこの攻撃立てない、ダイナ系を脱電光石化、一瞬でしたね。石川さん、はい、これはコーナーに詰めようかというところからの攻撃でした。そうですね、このね、ムエタイっていうのはしっかりまず立ち上がりをしっかりじっくり見るんですよ。最速で最強を今日争います。フライ級のクラッシュ、お互いのパンチ、さらに飛び上がってハイキック、松葉智也ダウンを奪っています。いやパンチの、ね、打ち合いのところでこのハイキック抜群タイミングでしたね。